グリルしたアスパラにかけます。好みで粉チーズをかけます。定番ベーグルサンドです。お酒のおつまみにもおすすめです。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介させていただきます。チャンネル登録もお願いします。シチリアカステルベトラーノグリーンオリーブです。こちらは種ありです。塩水に浸かっていて固形量が 700g 入っています。お水を含めて 1134g なのでずっしり重たいです。イタリア産です。この手の蓋はいつも開けづらいですね。形や大きさは不揃いですけれども、だいたい2センチくらいです。オリーブはピザやパスタやサラダ、スープなどに使いますけれども、これは種があるのでめんどくさいですね。種の取り方は一つ前の動画でご紹介しています。概要欄のリンクからご覧ください。程よく塩が効いていて夏っぽい風味があります。たくさん入っていますけれども、塩水に浸かっているのでそんなに削いで使わなくてもいいと思います。1ヶ月以上使う予定がないなら種を取ってから冷凍か調理してから冷凍がいいと思います。アスパラのグリル、アンチョビオリーブソースを作ります。バターを塗った耐熱皿にアスパラを並べてグリルで13分ほど焼きます。グリルしている間にソースを作ります。オリーブオイルをひいたフライパンにスライスしたニンニクを入れて火をつけます。香りが出たら刻んだアンチョビとグリーンオリーブ、ワインを入れてしばらく煮込みます。グリルしたアスパラにかけます。ブラックペッパーをかけて出来上がりです。アスパラガス 450g 入りです。メキシコ産です。輸入では珍しい細めです。しかも珍しくジッパー付きです。これは助かります。31本入っていました。3日で使い切る分は袋に戻して野菜室で立てて保存します。他は下処理をして冷凍します。洗ってペーパータオルで拭きます。下の2センチくらいを切り落として手で曲げてみて硬いと思う部分の皮をピーラーで剥きます。ですがこれがね、一般的なやり方だと思うんですけれども、このアスパラガスはかなり筋筋で硬かったので下の方は食べられませんでした。調理しやすい長さに切ってからジッパーバッグに丁寧に並べるように入れて冷凍します。丁寧に並べるとバラ凍結になって使いやすいです。レンジで解凍してから炒めたり、そのまま煮物に入れたりしています。バリラジェノベーゼソースです。3本入りなので1本あたりは266円です。箱裏のレシピですとパスタ1人分 100g としてこの1本で4人分になりますが、このレシピ通りだと濃いです。バリラのパスタが 500g 入りなんですけれども、この 500g に対してジェノベーゼ1本がちょうど良いと思います。私はね。茹でたスパゲティにソースを絡めるだけですからとても助かりますね。パスタの盛り付けのコツは3回くらいに分けて巻くように重ねていきます。パスタの端っこを中に押し込むときれいに見えます。お皿の汚れた部分は拭き取ります。ジェノベーゼにはトマトの赤がよく似合います。本当はバジルの葉があればよかったんですけれども、代わりにブロッコリースプラウトをトッピングしています。少し残った場合にはパンにつけたり、レンチンした野菜にあえたり、いろいろ使えます。蒸し野菜のジェノベーゼを作ります。じゃがいもをチンしてからアスパラとしめじも加えてさらに2分チンします。熱いうちにジェノベーゼソースを和えます。器に盛り付けてからお好みで粉チーズをかけます。バラエティベーグルです。2袋780円です。10月から100円値上がりしています。
6個入りが2袋よりどりで、プレーン、チーズ、ハニーウィート、ブルーベリー、シナモンレーズンの中から選べました。シナモンレーズンが久しぶりの登場でしたので、シナモンレーズンを2袋にしました。1個あたりは65円です。開封前からシナモンのいい香りがします。バラエティベーグルで一番好きなフレーバーだから復活嬉しいです。休日の朝食の定番、ベーグルサンドです。ベーグルの半分はおからフムスサラダを乗せています。もう半分はシェルインを塗ってからみかんとキウイを乗せました。メステマッハオーガニックライ&オーツブレッドです。1パック 300g が9パック入っていて、5ミリくらいの厚さのブレッドが5枚入っています。なので1枚あたりは 38.4 円です。賞味期限は来年の8月までありますが、開封したらコンテナに移して冷蔵庫保存、早めに使います。オーガニックのライ麦とオーツ麦のプチプチした食感が好きです。添加物不使用で体に優しい気がしてます。サワー酒仕様なので少し酸味があります。このままでも食べられますけれども、正直美味しくないです。トーストしてギルトフリーのカナペがおすすめです。ブレッドは4つに切ってからトーストします。トーストしている間に材料を揃えておきます。玉ねぎはスライスしてから塩を振り、しばらく置いてから水気を絞ります。ブレッドにクリームチーズを塗ります。水気を絞った玉ねぎ、薄切りのトマト、オイルサーディン、種を取ったグリーンオリーブ、ブロッコリースプラウトを乗せます。最後にレモンを絞ります。朝食にもお酒のおつまみにもおすすめです。今週の酒はスミノフアイスです。ジュースのように甘く爽やかです。飲みやすく美味しいです。おつまみはフルーツカナッペ、アスパラのグリルアンチョビオリーブソース、11月新商品のパルメザン&セサミクリスプ、青の洞窟ボロネーゼです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。